チェルシーのアイリです。皆さんこんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。今回の動画はですね、一切喋らずアフレコだけで挑戦していきたいと思います。そして電子レンジ一つで作れる簡単ホットチョコレートを紹介していきます。最後まで見てくださいね。はい、まずは材料確認をしていきたいと思います。1つ目、牛乳。2つ目、チョコレート。3つ目、マシュマロです。この3つがあれば大丈夫です。それでは作っていきましょう。レッツゴー。はい、まず用意していくのはコップです。はい、マグカップでも構いません。私は分かりやすく透明のコップを使っていきたいと思います。そしてコップを用意した後に普通の牛乳をですね、7から8分目まで入れていきます。こんな感じで入れていきます。はい、こんくらいかな、だいたいいい感じ。こんな感じで用意してください。こんくらいまで入れます。この後に電子レンジでチンしていきますので、電子レンジに持っていきましょう。そして電子レンジ600ワットでだいたい2分くらいですね、チンをしていきたいと思います。今のところ簡単ですよね。はい、そして次に用意するのはチョコレート。私チョコレート大好きです。今回はですね、ダースのチョコレートを使っていきたいと思います。そしてチンができたらですね、湯気が立ってくるのでこのくらいで大丈夫です。電子レンジで温めた牛乳の中にチョコレートを入れていきます。私は最初はですね、3つぐらい入れました。チョコレートに関してはお好きな量で構いません。自分の好みに合わせて入れてください。そしてチョコレートを入れた後、スプーン等でよくかき混ぜてください。下の方にね、チョコレートが結構溜まることがあるので、注意していってください。しっかりと混ぜていきましょう。自分でね、こう味見してみるのもいいと思います。こんな感じで混ぜていきます。そしたらこんな感じで OK です。はい、そしたらですね、ホットチョコレート、なんと自然とこのように2層になってきます。すごいおしゃれですよね。美味しそうだし、いい感じです。この後に必須品ですね、マシュマロを入れていきます。絶対的に私はですね、マシュマロを入れます。こんな感じで添えるだけで大丈夫です。そして電子レンジに再び持っていきます。だいたい電子レンジでこの時は30秒ぐらいかな、様子を見ながらしてください。この時ですね、油断してたらマシュマロが膨れ上がってました。はい、電子レンジでですね、チンした後こんな感じでマシュマロが溶けていきます。マシュマロはですね、熱するとムースフォームのようになるので、私いつもマシュマロを使ってますよ。結構こうホイップとか作るのめんどくさいなって思う時とか、マシュマロで十分だと思います。甘くてとろけてすごく美味しいので、私からはおすすめですね。そしたらですね、こんな風に3層になってきます。もう見た目もおしゃれです。このままでも大丈夫なんですけど、私は結構見た目重視してるので、お好きな量でトッピングをですね、していきます。こんな感じで色鮮やかにするのも OK です。いちごとかこうコップに添えるのも可愛いのかもしれません。自分の好みに合わせてください。はい、こんな感じかな。それでは完成したのを見てみましょう。それでは早速試食をしていきたいと思います。ですね、甘くてとろけてすごい心が癒される味になってます。それではですね、皆さん一緒におさらいをしていきましょう。はい、
まず1、牛乳を電子レンジで温める。2、お好きなチョコレートを好きなだけ入れる。3、マシュマロを乗っけて電子レンジで温める。このですね、3つです。3つをできれば完璧です。これも今動画で結構まとめてるんですけど、実際パパパッと作っちゃえば5分以内では作れるので、女性にも男性にもすごい作りやすいんじゃないのかなと思います。ぜひですね、このマシュマロ必須なので絶対的に買ってくださいマシュマロを添えるだけでですね、結構おしゃれになりますし、味もまろやかになりますし、すごい楽しい味になってるので、ぜひチャレンジしてみてください。ほんと美味しいんですよ結構これハマりそうです。皆さんいかがだったでしょうか。アイリーが作る電子レンジ一つで作れる簡単ホットチョコレート、私すごくおすすめなので、皆さんぜひ作ってみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。バイバイ。